まあ、ここまで来れば有名な人たちとも会えるでしょう。でその他ね、ちょっとやっぱ高校大学がどうなるかわからない。どちらも開校されないので、でコンサル業が始まりますね。できる人っていうのは無料で予備校に来るんですよ。特待生だからね。ハローでは始まりました。森田チャンネルです。今回はですね、はい、そうです。私の今後について話そうと思います。私は一気に知名度を上げるという宣言をしましたので、YouTube 上でドンと出ていきます。はい、どんどんどんとですね、一気に上に駆け上がろうという作戦を立てて始めてきました。まあ2月あたりから多分わかると思いますが、ね、受験期にドドドドドドとチャンネル登録者数を増やしていったと思いますが、それ全てはここにつながる準備をするためです。僕自身がチャンネル登録者数少なかったら、ただ呼びが知られる時間がかかってしまうと思ったからですね。チャンネル登録本当にありがとうございます。5万人記念とかってやろうと思ったらもうすでに6万人だった。1日でドンと上がった。なんとありがたい。3月31日と4月1日で伸びるだろうなと予想はしてましたよ。予想はしてたけど予想以上でしたね。登録者数、再生数はいくと思ってました。最初からその投資やめる動画もその例えば始まりましたよっていうのもドンと伸びるだろうなと思ってたけど、まさかそんなに登録してくれる人がいるとは思わなかったですね。ありがたいことです。本当にやっぱだからただ呼び登録すぐ1万人いきましたから、ありがたいことで、ありがとうございます。本当に頑張ります。まあめちゃくちゃ忙しい生活になります。前みたいにですね、すげえ仕事がなくて超暇だけどお金がボンみたいなのはしません。もう毎日忙しくやってて、お金がボンと入ってくるかは本当に動画見てくれるかとか、企業案件いただけるかどうかなんでそこはわかりませんが、ただやってやると、その辺のこともね、格差ず言いますから、無料で提供して格差をなくすっていう大義名分はあったとしても、自分がそれでね暮らしていけなかったら誰も賛同してくれないんですよ。これがねすごく自分が一番抱えているちょっと悩みで、若手を発掘するっていう宣言をしているんだけど、もし僕は成功しなかったら発掘できない。 YouTube の広告収入とかで OK イエーイみたいな感じでやっちゃうと、中途半端に多分真似してくる人がどん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 入ってきて、お小遣い稼ぎみたいな感じで出てくるんですけど、それじゃあ意味がないんですよ。そんな感じでなんか無料の予備校ただ予備っていうビジネスモデルがちゃんと成立しないと後から続いてきてくれないじゃないですか。その講師たちをオーディションするんですけど、他の教科のね、でもこれ僕らが失敗しちゃったら当然誰もやろうと思ってくれない。こう有名な人たちも絶対賛同するなんてことはありえないし、こうくすぶってて世に出たい若手とかっていうのも協力してくれないじゃないですか。だからやってることはすごいことですよ。やってることはすごいことなんだけど、成功させなきゃいけないっていうプレッシャーはめちゃくちゃあるんですよ。でその全くレールがないところなんで、僕は作ってる状況なんで、本当にただ呼び英語かチーフですけど、やってる業務はめちゃめちゃ多いので、授業だけやればいいわけじゃないし、ね、ちゃんとプロモーションでね、取材を受けたりもするし、動画も編集するし、SNS とか YouTube のやっぱ戦略を立てるのは僕ですから、まあみんなで作っていく感じになると思いますので、まあいろいろね、ご意見をいただければいいんじゃないかなと思います。はい、レールを敷いて頑張っていきますので、未知の世界ですけど、頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。はい。もちろん吉野先生っていうと超有名、そしてメディアにこれからボン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 出ていきますから、人は入ってくるっていうのは分かってましたけど、やっぱり YouTube って別世界なので、テレビ新聞とかラジオのメディアの有名人とは別の世界じゃないですか。だから何としてでも自分の YouTube 上の知名度を上げて、きちんと僕のチャンネルからちゃんとただ呼びを知ってもらえるようにっていうためにすごいやってたんですよ。もう大変でした。もう戦略考えて動画作ってたんで、そうするとこうつながると思うんです。あ、そういうことだったのねみたいなのがいっぱいあった。フラグが立つっていうんでしたっけ、日本語で。それいっぱい用意してましたんで、でただ予備と武田塾、ただ予備の方で授業で自分ができるやつは全部出していく。ただ受験っていうものはやっぱり戦略も必要ですし、ちょっとただ予備やっぱり全てのラインナップを揃えるまでにはまだ、ね、当然時間はかかるので、他の教科も揃えなきゃいけないですからね。ちょっとやっぱ
ぱ受験のね情報っていうのもきちんと与えていかなきゃいけないなと思ってたんで、ここで武田塾が強いんで、もう最初から無料で全部勉強法も公開してるし、参考書のルートも公開してるし、 YouTube 上で受験情報も無料で公開してるっていうので、授業も無料、受験情報も無料、こうすれば一気に自分の知名度を上げられるだろうと。そしてそうですね、掲げている目標として、そう、教育格差って、まあ、やっぱりお金がある人、首都圏に住んでる人っていうのが有利だって、これも明らかです。明日ね、武田塾の林塾長との対談動画出しますけど、できる人っていうのは無料で予備校に来るんですよ。特待生だからね。そう、お金払わないでいいんですよ。それに対してできない人たちは払わなきゃいけない。だからもう格差がもうさ、すごいんだよ、教育格差って。でそれは僕が地方にいろいろ公開授業とかで行けば行くほどよく分かった。こんなにも地方にね情報って届かないんだなって思ったね。でやっぱちっちゃい時から中学受験して、でいいとこに入った人たちが、ね、特待生で入るっていうわけじゃない。だからもう中学受験とかでもさ、もうお金持ってなきゃいけないから、もうさ格差がすごい。スカラシップ、何スカラシップってなんだっけ日本語が出てこないけど、あ、奨学金ね。アメリカのスカラーシップって言ったら普通はさ返さなくていいんだけど、日本はさ返さなきゃいけないじゃん、奨学金って。でその人の借金で苦しんでる人たちっていうのも本当にいっぱいいるわけですよ。でだから無料で提供すれば格差はだいぶ縮まるんじゃないかなと思ってね。なんかいろんな人が参入してくるとかって言ってる人いますけど、してこないですよ。だってこっちにはお金にならないですから。多分授業に広告入れてももうすごい再生数されないと賄えないですからね、全然ね。自分自身はだそれでもやりますと、自分の知名度を上げられてその格差をなくすっていう目的で達成するんだったらいいですよ、やりますっていう感じで加わりました。で武田塾の方も、もちろん武田塾に通う人はね、武田塾にお金払わなきゃいけないわけですけど、動画内では当然私は無料で誰でも見れるように話しますから、武田塾に通ってる人だけしか聞けない秘密の勉強法をとかっていうのはないですから。今講演とかできない状況ですけど、他のね武田塾の校舎に行って講演する時とか全部その流しちゃうっていう企画の話もしましたからね。そういうのも全部放送しちゃうっていう話もしました。YouTube でやるからね、やっぱりエンタメ性が必要になってくるので、そうだってさ、授業を見てたってさ、エンタメの他のものがあったらそっちクリックしちゃうじゃん、どう考えたって。だからそこが大変なんだよね。エンタメに振りすぎてもいけないしさね、明日林塾長のね動画出ますけど、その林塾長ともその武田塾っていうのがどういう教育理念のもとやってるのかっていうのを話すんですけど、でもそれだけだったら見てもらえないじゃないですか。だからね、林塾長の年収はとかっていうのもやるわけです。まあそう、見てもらえないとさ、やっぱ意味がないので、そこが難しい。ただ呼び始める時も、どこまでエンタメ要素を入れていくかっていうのは、すごい会議でね、何度も何度もね、話し合ったことなんですよ。すごくエンタメを入れた方がいいっていう人もいれば、いや、きちんと真面目にやった方がいいっていう人もいるし、いや、両方、まあ自分は両方に近いかな。折衷案を見つけてやりましょうみたいな感じだったんですけどね。今吉野先生ね、生配信計画立ててますんでね、ぜひ実現したらお願いします。チャンネルは企画また立ててます。いろんな新しい感じの企画を立ててるし、まあ、ここまで来れば有名な人たちとも会えるでしょう。有名な人たちと会えるチャンスも増えてくんじゃないかなとちょっと期待してます。まあどうなるかね、楽しみにしててください。で、他の仕事、まあ、当然武田塾は武田塾の英語科、教務部英語科課長としてね、給料をいただきますけど、ただ呼びの方は講師も呼びなんで、そうです、まだ編集費用とかです、私もらってるの。そう、だから講師としてのお金全然もらってませんので、本当にまだだって収益化もされてないしね。父は本当に皆さん見てください。これから4月6日開校したら、はい、ぜひ見てください。で川塾はそのままやっていきますので、はい、今年は平常通りです。でその他ね、ちょっとやっぱ高校大学がどうなるかわからない、どちらも開校されないのでどうなってしまうんでしょうね。まあ、もう高校自体開校されないからどうなるかわかんないですけど、通常授業はもう受けないようにして、スポットだけでお願いすると思います。なんか毎週行くのとかはちょっともう今のこの編集作業を忙しすぎて無理なんで。でコンサル業が始まりますね。その上田さんの塾が始まるので、まあ、オンラインの医学部予備校ですね、そこのコンサルタントの仕事が始まります。 YouTube でどういう風に宣伝していけばいいのかとか、YouTube の戦略とか、
カリキュラムチェックとかね、上田さんのその同時通訳で勉強したメソッドを大学受験に組み込むときにどうやったらいいかとかっていうのは僕がそのチェックして、でこの参考書を使って勉強するんだったらここの部分でこういうふうに上田さんのメソッドを入れれば効率よくできるとかっていう、そういうチェックをしていく作業ですね。あとはそうですね、うちの平さんがねしょっちゅう出てきますね、早稲田合格塾の、その合格早稲田合格塾の方でもなんかめちゃくちゃうちのチャンネルから入るってことで、ちょっと本当にちゃんとコンサルしてほしいと、本当にもう頭が上がらないですね、僕に足を向けて寝れないって言ってるぐらいなんで、そうですね、 YouTube ってすごいんですよ。あ、で全然うちのチャンネルはね、企業案件お待ちしておりますので、自分の生活もありますからね、じゃ無料無料でね全部提供して、僕が生活できなかったら話にならないからね、そうアメリカ移住するために頑張んなきゃいけないので、その早稲田合格塾のね、あの YouTube とかまだまだなんで、すげえいい情報を喋ってるのに動画の作り方とかサムネの作り方まだまだなんで、そことかコンサルしてやりますので、多分分かると思いますよ、いきなり動画のレベルがボンと上がるっていう風になると思うので、私が教えていきます。はい、そういう形ですね。はい、だから、コンサル業とか、この動画で、何かしら企業のサービスや製品なんかを紹介していくっていうのはやっていく予定で、またですね、ちょっとやっぱり今そう外出を控えなきゃいけない状況なんで、そこだけがもう予想外だったんで、あの有名な人たちいっぱいオファー出してて、いっぱい OK もらってたんですけど、ちょっとできるかどうか、そこだけが不安ですね。コラボですね、まあ、英語界のすごい超有名人たちですね、あの4月5月で次々やる予定だったんですけど、そこがもう延期です。もうちょっといつまで延期されるかわかんないですけど、それが残念と、あと予備校業界のね人たちも、一応 OK もらってる人たちが何人もいるんですよ。可能かなっていうのが今の状況です。はい、あとは本ですね、本にね手が回らないです、ごめんなさい本当に頑張ります。あのコメントいっぱい来ますけど、トフルのスピーキングライティング書いてください。いや書いてるっつったじゃん見て、英検頑張ります、英検構成頑張ります。手回らないな、トイックの方まで手が回らない。あのトイックの勉強本は出ますので、まあ、漢字のねトイック自体が開催されてないですけど、はい、そんな感じでやっていくと思ってください。ぜひぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.